とう、みんな、みんなありがとう、大好き、かわいい、ありがとう。え、もうボロボロなんだが、熱くて熱すぎて無理なんだが、暑いね今日は。何なんだスクショタイム。いいよ、しゃあない、しゃあない。ちょっと今日やっべえな、暑すぎて。ちょっとあの15分、ちょっと待って。ってことはあるよ、ってことは、想定外に早め。あ、そうやね。セコツワールドよね。ちょっと待ってください。よし。暑い、暑くて無理、暑くてしんどい。ひなのさんから、ひなのさんから横顔写真くださった。はつかのやつを撮ってる時の顔かな。ありがとう花束。みんな、え、今日はさ、ちょっとセレモニー祭りだったから、あんまり長くね、こう居座ってみんなとお話ししてってできなかったんだけど、そう、もう後がいっぱいいたからね。だからさ、もう本当ごめんね、みんなとちょっとゆっくり話したかったんだけど、そうだから、そう、え、かわいいよねこれ。私一目惚れしてるの、吉田、私ね、結構最近の洋服の決定権はだいたい吉田か宇多田、夢見るラインにこれかこれどっち乗せて、こっちみたいな。卒業証書もありがとう、素敵なね、来てない方とか見えない方もいらっしゃると思うので、これ何、これ取れていいやつ、ここにこうなんのか、そうか、ん、これなんだ、ここに行こうかな、ありがとう、見えるかな。今日はさ、ちょっと私さ、ちょっとさ、15分だったら終わっていいかい、明日ゆっくり配信やりたいので
そう、可愛いよね。私もこのタイプのさ、あの卒業証書だったから嬉しい。髪の毛今日かわいい、ありがとう。いいね、これ嬉しい。こうやって計画してくれたことも嬉しいし、ありがとうございます。横断幕送っといてね横断幕送っといてね。だって全部保存してんだよ、実家の。実家のね、もういただいたものを飾る棚があるんだけど、そこにね。15分経ったら終わります。そう、卒業証書みたいな感じだった。ありがとう。こんな素敵な日なんだけどさ、こんな素敵なものをいっぱいもらえてありがとう、嬉しいよ。けど私はね、今日大重要な任務があるんだな。何かって、友達に急遽忘れ物を届けなければならない。重要任務自分で一瞬重要任務に向かってきます。また夜多分すぐ帰ってくると思うので、できそうだったら。ハツカじゃない、ハツカじゃない、まあハツカだったらもう送るよねっていうね。ありがとう、かわいいお花。私さ、今ねちょうどオレンジひまわりブーケっていう、ほんとね、お花屋さんの気まぐれで作った500円ぐらいのブーケっていうのが売ってあったりして、そう、そのやつ、ひまわりブーケっていう可愛い色のやつがあったから買って、それ飾ってんだけどさ、すごいね、ひまわりがあるんだよここに。私のことよくわかってるよね、みんな。ありがとう。え、飾るね。いい匂い。何の匂いじゃん。バラ？カーネーション？いい匂いだね。これはどこに飾ろうかな。私ね、花瓶を一個増やして、この前さ、めっちゃあの麦茶をね入れるボトル買ったの。でもさ、冷蔵庫に入んなくて、これもうバカだよね本当に。冷蔵庫に入んなかったの。だから、え、これハツカいるとか言って、吉田いるとか言って、ハツカが、え、花瓶かと思った、花瓶にすればいいじゃんってなって、今こうなってる。麦茶っていうか、なんかでっかい、これ2リットル入んのね。もうさ、こまめに作るのがめんどくさすぎて、どうしようと思って買ったけど、ここのこの幅が入んなくて諦めたんだけど、花瓶にした。え、やばい、ナチュラル女子じゃん、単色系みたいな。かわいいでしょ。これはスーパーでめっちゃね、これ300円ぐらいなんだけどさ、紫とピンクと青の染めかすみみたいなやつがあって、え、可愛すぎだろうと思って買っちゃったの。可愛くない？いや、センスあるね、スーパー。可愛い。ちょっと紫も買う、今度。可愛いね。あっつ、どうしよう、ほんまに暑いねんけど、絶対暑いねんけど。
よいしょ、どっこいせ、霞が綺麗だよね。しおりハートありがとう。合ってる。自然界隈すぎる、ガチ草。自然界隈は草、それは草。もうなんかもう一個超えてそれは花みたいなね。だって私充電しないとねえじゃん。寄せ物届くに行って場合じゃねえな。ありがとうございました。お話し会お、あのねさん、タワーありがとう、カムサミダおのろん。うん、おのろん、あのね、もう待ちせよ、ぎっぺん。みえちゃん、かき氷、アイス、ソフトクリーム、ありがとう。マナー、かき氷、ゆたぽんさん、ソフトクリーム、ありがとうございます。クリーム。しょーつ。卒業した何やるの？舞台とか、映像とかやりたいな。ぽんなみさん、ソフトクリーム、ありがとう。おにょないとたま、ありがとう。すみそう、匂い大丈夫し、匂いが苦手な人いるの？あのねさん、ポカリごちそうさまでした何それ、何それ、ポカリおごったのみんなに。いやマジでこの時期のポカリの差し入れなんてありがてえしかないからね。ミルクティーごちそうさまでしたみんなおごってもらってみんなおごってもらってる。え、嬉しい、交流があるのが嬉しい。ちゃんとよかった、よかったよかった。よかったよかった。あのね、和寿せよこまおう。Thank you。ありがとう。え、待って、何時に、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ミルクティー持ってたのにポカリもくれたの、湧いた湧いてる湧いてて、草湧いてんの無理なんだけど。おー、こまおー、疲れたね。人多くなかった？マジこまおそうさ、あれなのよ、マナちゃんが言うとギャルクなんだよね、一気に。いやマジこまおーみたいななるからいやほんとなんか最後な気がしないですね。でもみんなまた絶対会えると思うし、ま、私推しをまだやめてなかったらもしかしたら会える機会もあるかもしれないっていうことで、今日やっとミサの輪の可愛い女の子たちとお話ができて嬉しかった。嬉しい、ありがとう、仲良くなってくれて嬉しい。ミスターノワ女子会やってください、ね、女の子はねやっぱり
自分はいろいろなメンバーの卒業セレモニー写真に写ってて笑った。めっちゃいいじゃん。いいじゃん。やっぱこれだよね。カワチーは反対のオタクセンスある。アニガアニガこうかな。そこにレンズつけんのマジセンスある。ありがとう、嬉しいんだけど。もう髪ボロボロボロだ。てか予告しとくとさ、私さ卒業公演真っ黒髪になってると思うんだ。おじさん会おじさん会おじさん会してきたの。ミスターのはミスターのはダンシーズワンピースオニューです。可愛いでしょ。昨日見つけてしまったんだ。僕は一目惚れだ。今日も可愛い。奥本ひなのがよく言うやつね。ひなの今日も可愛い。可愛いよ。可愛い可愛い。はいはい可愛い可愛いっつって言うけど。やったありがとうミサ大好き。面白いな。面白い友達がいっぱいいるんすよ。もう一人ずつ紹介したいぐらい。一覧食べた。3日のサムネイルはまだ金髪だと思う。あニュー昨日これもね買ったの昨日。かわいい。これ横ゆいの言い方。いい今日かわいい言って、かわいいおゆいちゃんって言ったら爆笑されるやつね。本当にかわいいんだから。いい今日もかわいい。似てるでしょ。私も人間観察趣味に特技なんだよね正直。マジで人間観察が特技ですとか言ったらさ、あ、そうなんですかとか言われるけど、まあ、言いづらいよね、それね。金髪はそう期間、なんかアイドルのうちに一回は金髪でアイドルをやるっていう私の夢があって、ずっとね。だから、やっちゃえ、ちょっとことで。オッケー、オッケー。今日はこんな感じでした。再現です。ちょっと待って、足さ。あ、ひなしゃがいっぱいくれた。金髪ミサ好きだった。そう。ただコンサートまではこれで。もうチーム4の衣装ってさ、やっぱりさこの色が似合うと思うのよ多分。そうやっぱ黄色で最後フォーカラーで終えましょうっていうことで。ビジュー、マジ嬉しいんだけど。やだ嬉しい。実は10分メイク。
業公演にひなしゃさん呼ぼう。卒業してからね、金髪は寄ってないですね、一応。うん、私何分まで？15分経った？本当に？え、経ったか。ちょっとランキングも。ちょっと帰ってきて時間あったら全然やります。いるのでちょっとお待ちください。すいません。じゃあねー。中3位ゆたぽん、3位みさのは、12位まなちゃん、11位ベルちゃん会長さん、みさのは、10位オムライスさん、9位ツーリンダルマさん、8位マーガレットさん、7位フロストさん、6位オニオンナイトさん、5位ジンロクさん、4位しおり、3位まさとしさん、2位エンジョさん、1位アナネさん、4位さんでした。そういうことでありがとうございました。バイバーイ。1189人ありがとうございました。また夜会えたら。バイバイ。いっぱいお花、そしてありがとうございました。バイバーイ。またまたまた